川崎市のほぼ中央にある等々力緑地に本格的な市営陸上競技場が完成し、7月9日開場しました。早速、市政43周年を記念して市民陸上競技大会が開かれ、勢ぞろいした若者たちは新しい競技場で力いっぱい若い力を競い合いました。トラックは1周400メートルと150メートルの直走路があり、フィールドは跳躍や投擲用などが11面作られています。そして収容人員4000人のメインスタンドと1万1000人のバックスタンドのほか、立派な付属設備を持ち、第2種公認予定の本格的な競技場です。この競技場は一般に安い料金で開放され、個人の練習にも利用できます。この等々力緑地にはこのほかテニスコートや野球場もありますが、今年はプールも作られ、市民の幅広いスポーツ活動の場所として整備が進められています。